はい、あと2分ですね。あと2分で、異星人様遠隔ヒーリング実験その6。今日はまだ誰も来てませんね。もしかしたら誰も来ないのかな。あ、誰か来ましたね。あ、ナオコさん来ましたね。はい。もう、あ、いきなり入って決めましたね。あと1分ですね。まあ、何人の方が、ライブをお聞きになるかわかりませんが、もうちょっと待ってみます。ファンページでしか出ないんじゃないですかね。よくわかりません。もう私、Facebook に戻れないんで、今の状態で。どういうふうに皆さんここを発見するのか、私には皆目見当つきません。もうちょっと待ちましょうね。まあでもこのくらい4人ぐらいでいいんじゃないですかね。まあ、始めちゃいますかね。もうちょっと待った方がいいですかね。今ちょうど1時なので、あと2分ぐらい待ちますか。1分2分待ちますかね。途中から入ってくる人もいるので、まあいいです。始めちゃいます。待ってても、日が暮れるだけだから、勝手にもう始めちゃいますということで。ですね、今回は、事前に予告しませんでしたけど、誰が来るのか、多分、私がこれを言っちゃうとまずいと思うので、ご自身で確認されてくださいということで、今から波動、もういきなりなんか、ハイになってますよね、ですね。いきなりですけど、波動を上げます。で、波動を通じてどの方かなのか、自分で見極めてくださいということで、よろしいですか。あ、もうどんどんハイになってきてますけど、波動を上げますね。ですね、まず、今回はそんなに、かしこまらなくてもいいと思います。リラックスしてる状態でいいのではないかなと思います。ただ、感情的にかなりアップするのではないかなと。感情的なリフトを大きく思います。で、ですね、とりあえず、目をつぶって、まぶたの裏の色をちょっと確認されてください。人によってはもうすでに、まぶたの裏で光が回転、3つぐらい回転してる人がいるかもしれないです。で、明るい場合は、まあ、部屋をちょっと暗くするなり、日が入らない影のところに動くなりしてみてください。今回は多分そんなにフォーマルに硬くなる必要はないと思います。でですね、もうすでに私はもう声が変わってきてるので、かなりアップビートになるのではないかなと思います。もう波動もすでに高く、かなり高く上がってるので、ですね、ハートのところですね。ハートのところも、一気に、どんどん密度が上がっているので、感情的にコントロールされない方がいいかもしれないですね。リラックスして自分の中から出てくる、
ワクワク感とか、満たされ感とか、エキサイティングとかっていうところにフォーカスした方がいいと思います。で、これからどん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 波動が上がっていきます。いいですか？で、単純に言ってしまうと、多分これは初めての実験だと思います。日本の方にとって。今までこういう実験したことないんじゃないかな。私もしばらくこの方々と、チャネリングやったことな、やってなかったんで、92年から95年ぐらいまではできてたんですけど、その後ピタッとなくなって、例が1回だけ。でも今回はブランドとつなげてないから、もっと別の、この人、皆さん、大体集合意識なので、人格的には集合的な人格だと思いますけど、でも、この名前を言ってきてますよね。デバンとかデバンとかそういう名前の方が男性です。で、バイブ的には、すごく似てますよね。やっぱ同じところから来てますから。ということで、ですね、このままガンガンハイになっちゃう私。リラックスされて、とりあえず、ハートの周辺の温かみとか、広がりとかに集中されてください。多分、向こうの方から、何かしらの感情的、もしくはフィーリングですよね。感覚的なコミュニケーションが起きると思います。向こう、ものすごく意欲的だから。ということで、しばらく自分の中に入って、自分の中に入ってくる喜び感とか、満たされ感とか、ワクワク感とか、エキサイトメントとか、そういうものをしばらくちょっと、味わってみてください。何分間か。いつもうちょっと波動があります。で、この方々はイルカとかなりお近づきの方なので、途中でイルカが来るかもしれないですね。もうなんかちょうちょちょとして泳いでる気がしますが、イルカが来ると波動がもうちょっと、なんていうの、軽くなるっていうか、もうちょっと速くなるっていうか、自分の中の喜び感とかワクワク感とか楽しい感とかがガーッと高くなると思います。いつ入ってくるかちょっと何とも言えませんが、とりあえず自分の中の湧き出てくるポジティブな感情ですよね。ネガティブなところはもうフォーカスしなくていいです、今回は。ポジティブなワクワク感とかドキドキ感とかエキサイトメントとかルンルンとか楽しいとかっていうのにちょっとフォーカスして、しばらくフォーカスしてください。いいですか？もうちょっと幅を上げてみます。ちょっと落ち着いてきましたね。まだハートの周辺がどん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 密度が上がってる状態。いきなりハートでここまで来ますかっていう勢いなので、多分その他のところは後からついてくると思います。これからハートのところが、太陽神経系ですね、横隔膜の下の方に置いていきます。下の方に置いたら、さらにその下の小腸の上の方、多分最終的には下腹の方に動いていくと思いますが、今の感じだと、すでに頭の中の調整も始まっているので、ハートの満たされ感から頭の満たされ感も追いかけて出てくると思います。で、とりあえずリラックスして、自分の中に出てくる、愛情とはちょっと微妙に違いますよね。満たされ感、満足感、
喜びとかそういうポジティブな側面がこう大きくなること、大きくなるもの。例えば、今までの人生の中で楽しかったこと、嬉しかったこと、満たされたとか、そういうポジティブな記憶をちょっと思い出してみてください。それがきっかけとなって、あなた方の中から出てきて、今、エンハンスメントというか、拡張、なんていうの、共振して、増幅されている状態の中に取り込まれると、それがさらに強くなりますと。で、その記憶プラスエネルギー的なエンハンスメントね、増強っていうか補強で、可能な限りそれを記憶し直してください。で、このハートの満足感、満たされ感が常に自分の中にあるように、もしくは思い出すように生活していくと、それを維持しやすくなります。ハートのバロメーター、計測器ですね。ハートはもともと感覚的なものですが、あなた方の、その時の精神的な状態、もしくは肉体的な状態、メンタルな状態の測りにもなり得ます。もうチャネリングしてますよね、私の写真に。しばらくやってなかったので、私いつもこういうリングですね、最近しないんですが、とにかく自分の中から出てくるもの、それがすでに自分の中にあるものなのだということを再認識してくださいって、外に探さなくても、もともとあなた方の中にあるものです。で、それを引き出すために記憶を使ってくださいということ。で、ネガティブなことにフォーカスするよりは、ポジティブなことにフォーカスし続けた方が、進むのは早くなります。脳の機能としては、ネガティブなところにフォーカス行き過ぎちゃうと、脳がそれをどん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 強くしていってしまうので、そこはもう無視、完全無視で、3ヶ月ぐらい練習していくと、その脳があれれって思うようになるから、自分のネガティビティに負けないことね。それは脳の習性だから、もともとのあなた方の、魂のその方向性ではなく、脳支配の、賜物っていうんですか。で、これはもう自分の、なんて言うんだろう、肉体的な部分だから、精神的なというか魂的なものとはちょっと違うのね。で、自分の意識の高さと肉体の意識ね、ここが、わかるようになると、自分操縦がもっと簡単にできるようになります。多くの人は、自分の感情とか、体感とか、考え方が自分のものだと多分思ってると思いますが、大間違い。これは、ノープログラミング。で、もともとその魂的な、スピリット的なものっていうのは、もっとハイヤーなところにアクセスしてるから、ただ、肉体レベルとすごく、近くなっちゃってるとか、同化しちゃってるために、肉体が作ってる感情、もしくは肉体が作ってる考えを自分のものだと勘違いしてるわけ。多くの人はこの違いがわからないので、体の感情、もしくは体の考えに振り回されてる状態。で、これは訓練をつけ、連れていく、積んでいくとわかるようになります、次第に。これは頭が作ってる、これは頭が考えてる、これは体が感じてる、これは体が考えてるってことが分かると思います。で、とりあえず、体が自分の感情もしくは考えすら作っているってことを認識することね。で、とりあえずまだハートにどん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 フォーカスして、ハートの中から湧き出るものに意識を当てて、それが大きくなる、広がる、強くなる、深くなる、密度が高くなるっていうところをイメージしてください。
で、そのひ、あ、今の感覚ですね。ハートの中心にこう湧き出てる感覚が、じわ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 、ハートからそう360度、前だけではなく、横も後ろも360度、風船型に広がるように、イメージを添えてください。体をなんとか把握して、頭の中で360度ゆっくりゆっくりゆっくり広がりなさいと伝えてみてください。もうちょっと波動を上げます。最初のコンポーネントですね。最初のハートのコンポーネントのところがかなり広がっていってるので、次のコンポーネントが多分もう2、3分で入ってくると思います。もうちょっと困ってくださいね。もうちょっとボリューム上げてもらえると思います。すでに頭の第7チャクラの頭の上頭上部のがこう気持ちよくなっている人たちが出てくるかもしれないですね。で、気分的には、まあ、瞑想で、こう、落ちてる瞑想ではなくて、アップリフトな感じにギアチェンジしてください。落ちる必要はないです。このタパテキ、異星人様、遠隔ヒーリングに関しては、どん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 、引っ張り上げたいみたいだから、アップすることを目標にしてください。なので、今回は、ハートの中のトラウマとかっていうことは引っ張らないって。むしろ、もともとある、アンコンディショナルものね。ラブとか、アプリシエーションとか、ラブ、エクサイトメントとか、ジョイとか、喜びとかね。そういうものをどん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 、が拡大するように働きかけます。で、体の細胞レベルで抵抗が起きるかもしれません。例えば、その細胞レベルで抱えているネガティビティね、その重たいもの、重たい記憶、もしくは記録が、今からこう、共振して大きくなる、もっとポジティブな側面と衝突するというか、英語で言っちゃうとコンフリクトね、するような状態になるかもしれません。が、その時に体がキュッと縮まるかもしれません。で、その時に体を可能な限りほどいてください。リラックスさせてください。で、最終的に、ラブという状態からジョイという状態に上がって、ジョイというもの状態から次の、ファシネーションとかエキサイトメントね。ハートのところは基本的に愛ですが、これはもう、チャクラ的にちょっと中間、愛っていうのは上がったり下がったりしちゃうので、次のレベルが第5チャクラの、自由とか喜びとか表現することね。で、次が第6チャクラ、第3の目のところの想像力とか、ものを作るとか、魅惑されるとか、入り込むとか、そういうポジティブな側面の第3チャクラの部分、第3の目の部分とかね。で、第7チャクラがアプリシエーション、感謝とか、総合的なものね。このハートから第7チャクラの間のものが、相対的に強くなると、その下の第4チャクラから下の部分で、その第3、第2、第1は別の、それはそれで別のポジティブな側面がありますが、感情的な喜びですよね。知性とか第3チャクラに至っては、第2チャクラに関しては創造性、クリエイティビティね、ものを作るとか、生み出すとかそういうもの。第1チャクラに関しては、強さとか、バイタリティとか、生命力とか、そういうところね。だから、ネガティブな側面、今回は、ネガティブな側面にもフォーカスせずに、ポジティブな側面だけにフォーカスし続けてください。
で、ところどころで、神経ネットワークというか、パルセーションの衝突っていうか、時々痛いところ、神経的に痛いところが出てくるかもしれませんが、可能な限り、ディスターバンスっていうか、チャージが低くなるように調節はします。するそうです。で、ハートの周辺から流れてくる温かい感覚、柔らかい感覚、満たされ感っていうのを追跡して、それを可能な限り自分のその体験として覚えてくる、記憶してください。で、将来的にその感覚があなた方のそのハートを通じたセンサーのバロメーターになります。で、ハートが冷えた感覚、ハートが満たされてる感覚、ハートが薄くなってる感覚っていうのが分かるようになります。で、これが最終的にハートの風船というか、ハートのエネルギーのバッテリーがどんどん充電されて、充電されて、充電されて、パンパンになっていくと、少しずつハートチャクラっていうのは、ハートチャクラではないですね、もうこの段階では。ハートのエネルギーセンター、球体が、少しずつ少しずつ拡張を始めます。で、この拡張したものが最終的に、オーラの全域まで広がるのが理想的ですが、まだもう、始めたばっかりの段階なので、オーラの全域にハートが広がるっていうのはちょっと多いと言って、最終的にはそこを目指してくださいっていうことです。で、自分の、ハートの周辺の温かさ、柔らかさ、スムースさ、なんて言うんだろう、言葉が出てきますよね。無駄のなさっていう言い方もできますよね。トゲのなさっていうんですか、丸くてサラサラしてて、こう、たおやかな、日本語で言うと。そこにこう、気持ちのいい温泉状態っていうんですか。それをゆっくりゆっくりゆっくり、それが強くなるように思ってみてください。もしくはイメージすること。で、全体的なエネルギー的な密度ね、波動とエネルギーの密度が高くなればなるほど、あなたたちが考えること、もしくは感じること、思うことがより強く現れるようになります。エネルギー的に満たさ、まあ、なんていうの、もっとこう、自分の意志の力で拡張できるようになります。エネルギーの密度が高くなればなるほど、考えてることを感じること、思うことが如実にあなたたちの体の中でマニフェステーションできるようになっていきます。マニフェストの現実化、動くようになっていきます。で、少しずつ、そのハートの周辺の波動、エネルギーの塊を、今すでにもう、下半身の方まで降りていっているので、これから多分少しずつ喉の方、すでに喉の方がちょっと気持ち悪くな、なんか居心地が悪い感じが出てくる人もいるかもしれないです。で、その喉のところで止めている、まあ、抱えているというか、そこでホールドしている、なんていうの、自己表現に対するブロッケージっていうんですか、これを言っちゃダメとか、これは言わない方がいいと、これを言わなきゃよかったとか、だから言わないみたいな、自分は好きなことを言ってはいけないっていうところね、もしくは自分が好きなことを表現してはいけないっていうことね、そういうところが出てくると思います。それが、で、それで首の周りがこうキューッとこう窮屈な感じになっていたら、もう可能な限り無視すること。そこに逆らわずに、もう無視。で、それが静かに消える、もしくは薄くなる、もしくは下から上がってくる、もしくは頭の上から降りてくる、波動の中に溶けていくような感じ。
抵抗しないでください。で、これが第1チャクラですね。第1チャクラの方がちょっと冷たく涼しくなってくる感じの方も出てくると思います。で、恐怖のところね。第1チャクラは基本的に生き残りのチャクラと言われてますが、まあ、エネルギー源に関するです。ここにたくさんの恐怖とか恐れとかを抱えているとエネルギーレベルが低くなります。で、ここが解放され、まあ、恐怖や恐れとかそういう自分を小さく縮めるものね。縮めるものがどん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 薄くなればなるほど体にもエネルギーがもっとこう伝わりやすくなる。で、第一チャクラのところがどんどん軽くなる。そこがこうウキウキする。第一チャクラがウキウキする、ルンルンする、そういうところを、そういうイメージをどんどん与えてください。怖いってことにフォーカスする必要はないです。むしろ怖いものがなくなったらどんなに嬉しいか、どんなに楽しいか、どんなことができるかってことを考えてみてください。ちょっと感情的になる方も出てくるかもしれませんね。ちょっとオーバーウェルミングになるかもしれないです。その場合も止めないでください。もう感情を喉のところで止めない、ハートのところで止めない、もう出しちゃって構いません。誰もあなたを傷つけることができません。で、自分自身に許可を与えてください。もしくは自分の体、意識そのものは制限がないものですが、その制限しなければいけないっていうふうに思い込んでるだけだから、頭が、ということはその脳が、ね。肉体的な脳の部分の脳の思考回路がそうしなければいけないっていうふうに感じさせるだけだから。で、表現するときに、破壊的に表現する必要はありません。で、可能な限り、手放す感じ、こう、手放すというのは、ぐーっと力を抜くって感じ。で、体の中で抵抗が起きるときに、感情的な抵抗、もしくは考え的な抵抗が起きるときに、体は収縮します。だから収縮しているときに、ぐっと力を抜いてください、意図的に。で、これはもう肉体的な反応とかリスポンスなので、その自分の体がどういうふうに反応するか、イベントに対して、もしくは考えに対して、もしくは感情に関して、どういうふうに反応するのかっていう、その癖ね、習性、ハビットを、可能な限り気づくように生活してください。自分はこういう時にこういう反応する、こういうことを聞くとこういうふうに考える、こういうふうに考えてこういう行動をするっていう自分のパターンね。で、これはあなた方の精神的なパターンっていう思いがちですが、実際にはスピリットと全く関係ないもの、あなたたちの肉体が作ってる幻想です。頭が作ってるコントロールだから。で、そこで自分と自分の持ってるあなた方の肉体的な乗り物ね、これもはっきり言って馬。あなた方が馬に乗って、意識が馬を操縦してるわけ。だから、あなた方のホース、馬がどういう性格なのかっていうこと、どういうふうにプログラムされていくかってことを自分で理解すること、これが理解ができるようになればなるほど、あなた方は自分の肉体的な乗り物ね、あなたという意識が乗っている肉体的な乗り物を乗りこなすことができるようになります。で、ハートのところに意識を集中して、もう少し今まで抱えてきたもの、もともとあるものね、喜びとか、あなたの中が、あなたたちがこう抑えてきたものが、ゆっくりゆっくりと表面化、あなた方の、なんていうか、サーフェイスね、上に上がってきます。で、これはもともとあなたたちの中にあるものです。それぞれ個人の中に。
私たちが与えているものではなくて、あなたたちの中から出てきているものだということを明確に理解してください。で、お尻のところですね、第一チャクラの周辺がどん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 クリーンになる感じ、もしくはスースーする感じ、そこが冷える感じ、それはクリアリングが起きているということです。そのクリアリングが終わった後に、徐々にその肉体的な部分ね、あなたの乗り物、あなたの肉体的なホース、馬の恐怖っていうのがどんどん薄くなります。で、腰回りですね、お尻の周辺、尾骨の周辺の緊張を可能な限りほどいてください。そこで抱えている緊張、もしくは恐怖、恐れ、縮まりっていうんですかね。それがゆっくりゆっくりゆっくりほどくように。あなたたちの馬ね、乗り物に向かって、そこで抱えているものをほどきなさいと命令してください。あなたたちが、あなた、馬を運転してるのはあなたたちだから、あなたたちの意識が馬を運転してるだけだから、あなたたちは操縦することができる。最終的に操縦できるようになります。だから、自分の乗り物ね、乗り物の感情、乗り物の体感、乗り物の考えをよく理解することを、に、少し頭の余裕を与えてください。で、自分の肉体的な、肉体が作って、肉体が感じてる恐れ。それ多くの方は自分のものとこう、もう勘違いしちゃうわけね。で、自分の肉体が感じてる、もしくは作っている、抱えている、第一チャクラの周辺の恐れ、恐怖、縮こまり、もしくは固まる、こう、キュッと固まってる状態ね。それをほどいていいですと、ほどきなさいと、ちゃんと指令を与えてください。で、特に尾骨の周辺ね、尾骨と仙骨とありますね、テールボーンと脊骨ね。で、その接続点のところ、関節のところに強くエネルギー的な記憶、記録ね、インフォメーションが残るので、頭の中で、そのテールボーンの周辺、仙骨の周辺、大腿骨の周辺、その前後360度、漠然として構いません。イメージしてください。で、その関節がこう、キューッと伸びるイメージ。で、その部位、自分のあなたたちの馬ね。私はこれから馬と言います。あなたたちの体のことを。馬のお尻の尾骨のところの関節がぐーっと開くようなイメージを与えてください。で、これから大腿骨、太ももですね。ハートから拡大しているエネルギーがどんどんと足の方に向かっていきます。ふくらはぎとか、足首とか。で、今から太ももの周辺です。特に内側の方が、もぞもぞしたり、ぷくぷくっていうか、中からこう、何かがポコポコポコ、シャンパンのように泡られてくるような感じがするかもしれない。で、体の中から、細胞レベルから、その喜びの波動といった満たされ感がこう生まれてくるって言うんですか、湧き上がってくるってことです。で、それを感じることによって、あなたたちの意識は、その幸せとか嬉しいとかっていうのを体験するわけです。だから、あなた方のすべての、その、地上的な、地球的な体験を作っているのは体だってことです。
で、それを自分のものとして、あまりにも近すぎるというか、あまりにも同化してしまっているので、自分のものだっていうふうに錯覚してしまうよね。ほとんどの人は、そういうことを教わらないし、もともと肉体っていうのは全く別の、生命体。あなた方の意識がそこにピュッとこう覆いかぶさってるっていうか、あなた方の意識の中に、地球人の肉体っていうのが収まってるのね。肉体の中にあなたたちが収まってるわけではないんです。全くその逆なんです。あなたたちの意識の中に肉体が収まってる。包み込んで、あなたたちの大きな意識が肉体を包み込んでるっていうふうに理解してるんです。で、太ももですね、足のところで抱えている緊張、戸惑い、もしくは動かなくなる感覚、動かなくさせる記憶ね、そういうものがどん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 ほどけていくのをイメージしてください。あなた方は自分でそれを、プログラムしちゃってるわけね。だからそれをどん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 、あなたたちの意識の力でそれをリプログラムすることができるんです。で、あなたの体が軽くなればなるほど、満たされれば満たされるほど、行動することができるようになります。それが自由になればなるほど、あなたたちは接続されているために、自由っていうのを体験できるようになるんです。で、ハートの周辺にも、もう一度戻って、ハートのから湧き出てる温かいもの、嬉しいとか喜びとか楽しいとか、そういうものをもうちょっと強くなるように、もう少し密度が上がるイメージをしてみてください。それでボリュームをコントロールすることができるようになります。で、その広がりをあなた方の、上半身ね、肺の周辺、肩から上腕、腕の方にまでどん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 ゆっくりと広げていってください。で、首の下の方ですね、鎖骨の周辺、この周辺でもいろんなものを抱えます。そこにある記憶がどん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 薄くなる、ネガティブなものがね、あなた方を小さくする、もしくはあなた方をキューッと無気力にするっていうか、弱い存在にこう思わせてしまうものがどん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 ほどけて、溶けて、薄くなって、消えていくのを、イメージを与えてください。そしてそれが少しずつ上に上がって、あなた方の喉の上部ね、上の方、そして甲状腺、喉の脇ですね、右と左にある甲状腺とリンパ腺ね。で、そこにも喜びとか、嬉しいとか楽しいとか解放されてるとか、そういうポジティブなものをどん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 注ぎ込んで、そこの物理的な肉体的な器官がもっと速い周波数、もしくはサラサラした状態で、より力強い状態になればなるほど、体のすべての機能のフォーミュレーションが微妙に変わっていきます。で、これからそれをもうちょっと拡大して強くて、さらに上の方ね、顎の下、もしくは下、口の中の下の、顎先から、顎の、なんて言うんだろう、リンパ腺ですよね。甲状腺は喉のところかな。顎の下のところです、とにかく。そこの顎の下のところがどん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 自由になる、軽くなる。
重たいものがどんどん消えていく、そこにあるこうもやもやしたものがどんどん薄くなって霧のようになって離れていくのをイメージしてください。歯を食いしばる必要はないっていうことね。で、歯を食いしばる状況になってしまったときに、もうこれはもう無意識的にそこにぐっと力を入れて、そこでホールドするなって、そこで保とうとしますが、そこで逆らわずに力を抜くことで、そこに力を抜いて、そこに記憶されないように、まあ、自分のトレーニングすればするほど、そこに抱えにくくなります。で、ストレスの状況、もしくは、衝突する状況ね、自分がすごくぐっと小さくなる状況においては、意図的に体をリラックスさせる、筋肉を、なんていうの、ほどくことによって、その経験を強く書き込まない。もしくは、なかなかそれが、その、ぐっと力を入れて、キュッと緊張してしまうと、強く書き込んでしまうので、そういう状況の時には、体を意図的に緩めると、体にその記録、感情的な記録、もしくは考えの記録を書き込まれるのが弱くなります。で、全体的に満たされてれば満たされるほど、そのインパクトがあるイベントが起きたときに、体そのものがそれをバウンスできるようになる。しかし、体の密度が浅ければ浅いほど、そのインパクトをそのまま吸収して、記録しちゃうってことね。で、自分の中の、その今の満たされ感、もしくは、高揚感でも、今、満足感でも構いません。今、自分の中から作られてくる、自分の中でどん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 拡大している、ポジティブな波動、ポジティブなエネルギーがどん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 増える、どん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 自分の中で、増殖されていくのをイメージしてください。そしてそれがハートを中心に360度、頭の先に向かって、指の先に向かって、足の先に向かって、ゆっくりゆっくりゆっくり、じわじわと広がっていくのをイメージしてください。で、顎の周辺ですね。次の部分は耳の顎関節。歯を食いしばるときに、ここに巨大なストレスがかかります。多くの方は、ここで、歯を食いしばるという言葉を言うように、ここでものすごくこう、刻んでしまうのね。刻み込む、もしくは、その、なんていうの、書き込む、刻み込む、もしくはそこでぐーっと強く、なんて残しちゃうわけ。そこで保とうとするからね。で、自分の顎関節ね、顎を少し動かしてみて、そこを少しリラックスさせてあげてください。で、そこにある記録ね、感情的な記録、もしくは考えの記録がどん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 薄くなるのをイメージしてください。で、自分の顎、右と左の顎の関節ね、顎関節、耳の周辺を感じてみて、その感じてるときに、そこで抱えている、まあ、ネガティブな記憶というか、メモリーというか、まあ、辛かったとか、我慢したとか、そういうものがどん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 、もうそこに溜めてる必要はありませんと、そこに残しておく必要はありませんと、私はもうこれいりませんと、どん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 薄くしなさいと命令してください。エネルギーは基本的にあなたたちの意識の動きに従います。なぜならエネルギーそのものが意識だから。で、自分の顎の周辺で考えているものがどん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 リリースされていく、どん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 解き放たれていく、羽がついてどん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 自由にもう行くべきところに飛んでいくのをイメージしてください。
そしてそれからさらに上に行って耳の上の方、側頭葉ですね。あなたたちの側頭葉。耳の外側。あ、耳の外側で耳の上のちょっと外側っていうんですか、ね、頭よりもちょっと出てるところ。オーラの、宇宙エネルギー数値の層っていうんですか、ね、側頭葉の部分がどん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 気持ちよくなるのを感じてください。頭全体のストレスがどん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 少なくなるのをイメージしてください。頭が軽くなるのをイメージしてください。頭の中が涼しく気持ちよくなるのをイメージしてください。で、頭の中で抱えている縮み感というか、こうキューッと縮まっているところの感じがどんどんほどけていく。頭の中の神経繊維がどんどんほぐれていく。キーとしているものがどん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 、ゆっくりと、冷ややかな状態っていうか、空冷、なんていうの、ちょっと、ひんやりして気持ちのいい、クールな状態に戻っていくのをイメージしてください。頭全体がどん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 軽くなるのをイメージしてください。ハートのところの感覚と頭の中の感覚は全く同じにはなりません。なぜなら、基本的には人体には3つのコアになるエネルギーセンターがあります。それが頭の中、1つはハートの中、1つは下腹の中ね。で、それぞれ音の、なんていうの、熱の周波数が違うので、下腹の方が最も熱を強く感じます。その次がハートのところね。頭の中心は熱を感じません。むしろ冷たく感じます。頭の中は熱を作っちゃうと頭が壊れちゃうのね、機能として。で、頭の中のものは基本的には冷たいっていうか、ある程度のクールな冷たい冷ややかな状態に保たれているのが理想的。そういうところになると頭が冴える状態になります。頭脳そのもののストレスを減らすには、頭の中に熱を作らないこと、頭の中に熱を取り込まないことね。だから熱が出ると頭が機能しなくなるでしょ。頭の中がどんどん気持ちが良くなるのをイメージしてください。で、それを体験して、それをイメージして、それを作ってください。あなたは意識の力で自分の体の状態をうまくコントロールすることができるようになります、最終的に。で、自分が自分の馬ね、体に乗りこなされてるわけではなく、その逆にあなたたちが自分の体、あなたたちの馬を乗りこなすようになってるんです。で、肩ですね、両肩の緊張もどんどんほどいてください。で、体そのものに、もうこれ以上緊張を抱えている必要はないっていうことを伝えてあげてください。で、とにかく緩める、リラックスする。で、頭の中の中心のその冷ややかなクールな感じですね。それではもうかなり時間が経ってきたので、まとめに入りたいみたいですね。まとめに入るようです。もう一度ハートのところに意識を集中してください。意識を当ててください。で、ハートの中からもう一度満たされ感、もしくはラビングなもの、満足しているもの、柔らかくて、暖かくて、動揺のない状態って言うんですか？落ち着いてて、ソリッドでどっしりとしてて、安定してて。で、ハートのグランディングですね。第一チャクラのグランディングと、ハートのグランディングと、頭の中のメンタルのグランディングって、
少しずつ趣が違います。最終的にこの3つを同時にブランディングさせることによって全体的なブランディングが達成されます。第1次チャクラだけにフォーカスするんじゃなくて、第4チャクラね、ハートのエネルギーセンターのブランディングにもフォーカスしてください。で、今自分のハートがどのようにブランディングしてるか、着床してるか、安定してるか、で、その広がり、奥行きをよく覚えておいてください。それと同じように、頭の中のエネルギーセンターがどのようにブランディングしてるのか、頭の中の状態が変わることによってあなたたちの考え、もしくは感情、体感がどのように変わるのか、どういう状態になり得ることができるか、もしくはどういう状態に高められるかということをよく覚えておいてください。そして最後に、頭の中で、イルカのイメージを持ってみてください。1匹でも2匹でも3匹でも50匹でも100匹でも1000匹でも構いません。今あなた方のオーラの中にたくさんのイルカが入ってきて、たくさんのイルカがあなた方のオーラの中でどん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 泳いでいるのをイメージしてください。人によってはイルカの鳴き声が聞こえるかもしれません。人によってはイルカの顔が自分の目の前にやってきて何かを伝えてようとするのがわかるかもしれないです。のイメージの中のイルカに向かって自由っていうものを彼らが体験している自由っていうものを自分たちの方にことでこう転送っていうんですか、トランスミットしてください、頼んでみてください。彼がどういうふうにワクワクするのか、どういうふうに泳いでいるのか、どういうふうな自由を感じているのか、フリーダムを感じているのか、彼の経験をあなたたちの意識の中にトランスポート、もしくはテレポートさせて、してみてください、頼んでみてください。楽しさ、ワクワク感とか、楽しい、嬉しい、喜びの状態、もしくはエクスタシーの状態、ね、そういうものをどん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 自分の方に周波数的にどんどん注ぎ込んでくださいと頼んでみてください。楽しくなりたいではなく、楽しくなっている状態を作ってください。楽しくなっている状態になってみて、欲しいではなくて、もうすでにある状態、それがあなた方にある状態を作ってください。単純に思い出せばいいだけなのですが、多くの人たちはないと誤解してしまうので、ないのではなくて、もともとあるものなので、それが出てくる、それがそこにあるって認識に変えるだけでも、いろんな側面がそれに同時に少しずつ変わって、自分の中にないにフォーカスせずに、自分の中にある、それをがどんどん大きくなる、成長する、拡大する、もしくは直し、多くの層に大切に直してみたものがどん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 出てきて大きくなるっていうふうにアイデアを変えてみてください。自分の中にないにフォーカスせずに、自分の中にあるっていうふうにフォーカスしてください。少し時間が押してしまいましたね。ということで、これから一日、これからのこの後は、自分の中のワクワク感、楽しいこと、嬉しいこと、今まで嬉しかったこと、そういうものをどんどん思い出して、それをどんどん自分の中で立体化する、記憶を立体化して、よりリアルに作り上げていくことに専念して、一日を過ごしてみてください。で、今回は、とてもワクワクしました。ということで、通信終わりです。ですね、ちょっと待ってくださいね。何か。
風を感じてみたりだとか、外に出て、自然の、バイブに触れるなり、バイブラントなもんね、生きてるもの、植物でも構いません、動物でも構いません、生きてるものに触れる、もしくは見る、風に当たる太陽の光に当たる、もしくは風を感じる、太陽の光を感じるっていう、そういうことに意識を使ってみてください。それにすることによってもっと生きている感覚、もしくは生きている喜びっていうものが出やすくなると思います。今の状態、この状態の時にいろんなインプットね、今までこう見過ごしてきた、もしくはそこにあるのによく分からなかった、分からなくなっていったものをより受け取れるようになっていると思います。なので、この状態の時にネガティブなことにフォーカスはありません。ポジティブなものを自分にどんどんインプットしてみてください。で、それをよく覚えること、記憶すること、ただ通り過ぎるのではなくて、それを吟味して、自分の中にどんどん落とし込むように一日を過ごしてみてください。それでは、これで今回の遠隔ヒーリングを終わらさせていただきますということで、皆様、より良い、日本は午後ですね、午後、夜をお過ごしくださいということで、皆さん、今回はこのようにこう交流できて、とても楽しかったです。またお会いできる、また交流できることがあることを期待して楽しみにしています。それでは、さようなら。